はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきます。ではね、頂上決戦、今回はスキルモードですね、やっていきますか。 100% スキルモード。サミーさん先制取られたね。スキルモードやっぱ先制欲しいんですけどね。シャンフェイとヤシロ、シャンフェイヤシロね、ちょっと迷いますね。まあ一応シャンフェイ SR なんでね、キングラッキーならキングにしとこう。おお、リュウコや、リュウコやったらロバートですね。で最後クリザー、ギース、クリザーかな。ちょっと防御が薄いのでやばい感じもしてるけど、うわー、マキかよ、いきなりマキゲーニッツ。こっちがクーラとオロチか。防御いないやん、これやばいわ。しかもマキでしょ、結構罪な感じするね。マキに対して防御型いないのはね、だいぶやばい。で沈黙、クーラ沈黙ね、一列スキル一応クーラ置いとくか。でシャンヘイで女性キャラの攻撃力上げていく方やいきましょうかね。うわー、これちょっとね、勝てるイメージが分けへんな。マキを早く倒したいんですけど、防御型がいないからね、調整しにくいんですよね。どうつくかな。さあヤシロ、クーラは一列スキルなんで沈黙入れていきたいけどね。さあミリオンバッシュストリーム、マキがね、本当にあのスキルで怒り回復もあるからね、そこも見とかなあかんね。スキル、あ、生きてる。このまま行きます。このまま行ってアテナ使って、そうですね、ヤシロは倒さないように調整かな。倒せないね、というかヤシロガードめっちゃしてるわ。ラッキーゲージ溜まってますよね。打ってくるかな、ヘルバウンド打ってきた。マキやめて。あ、マキ溜まってない、危なかった。そしたら次は一気に行きたいね。マキを倒しに行きたいけどどうかな。状態上やめてくれ。よし。そしたら、あ、これゲニでいけるんじゃない。あ、ゲニ向こうか。勘違いした。ゲニが向こう。オロチ出しとくかな。オロチ出していきますかね。オロチで。そうですね。全体なんで、これで行きましょうか。一応もうキング、前にしとこう。で、キングから行きます。キング打って、次オロチかな。いや、さっきクーラか。どっちがいいかな。いや、さっきオロチやね。さっきオロチ打ちましょう。で、このマキを、マキにシャンフェ当てたら倒せますよね。おー、いいね。沈黙いいよ。この、霞の沈黙は非常にいい。沈黙だね。凍結ね。で、ここは、あ、倒せそうやな、霞も。どうすっかな。まあ、クーラで倒しといて、霞、あ、無理か、微妙に無理かもしらん。どう？あー、微妙に生きる。さあ、ヤシロも復活。マキも復活。さあ、こっからがね、こらえどころやな。ヤシロ、霞と、二代目出してきた。二代目はありがたいな、こっちとしては。二代目はこれ、シャンフェイに飛ぶよね。お、クーラーガードいいよ。沈黙や、やめてくれ。あー、キングやったまいい。あー、オロチも沈黙してる。マジか。こっち、防御型がいないからな。調整して全滅を狙うような感じでいきたいけど、2代目が結構硬いんでね、これはもうこういこう。2代目が硬いから、まあ、そこが結構ね、微妙なところですよね。こういって、クーラーかすみ、こういこうか。このシャンフェイはもうどうやってもやられるので、かすみ打ってくるよね。さあ、ここ、あ、クリーザーいるから操舵してるんかな、こっちに。シャンフェイやられます。うん、誰を倒すか、キング倒すんかな。これクーラーに来たら、あー、ガードいらんわ今の。これガードしたからゲージたまらんかったんじゃないの。ガードしなかったらたまってた可能性あるけどね。でキングは瀕死でしょ。まあ、ビッグ、いやビッグあかんな。これ調整難しいよね、こうなるとね。どうすっかな、クーラーのゲージためたいんですけどね。いやビッグ出すかも。こういこう。ああ、間違うた、ビッグ前にしたのに。うわー、やってもうた。これはほんまにやってもうた。ビッグ前にしたつもりができてなかった。ちょっと待って、どうすっかな。これはやってもうたね、本気で。もう行くか。いや、あかんわ、ゲニおるわ。やってもうた、やってもうた。ああ、やってもうた、これほんまにあかん。これはあかん、これはあかんな。ああ、これあかんわ。あのビッグをね、前にしたつもりやったんすよ。これはやってもうたよ。ゲニ出せへんの、マジか。
ゲニで完全にこれ積んでたけど。いや、それでも十分厳しいよね。うわー、これビッグ前に出したつもりやったんや、マジで。クーラーやられてしまう。何をしてんねん。え？クーラー倒さないの？なんかめちゃくちゃ助かってる、こっちは。助かった。助かった。で、次、ゲニでしょ？ゲニが来るから、ロバート前。ロバート前でいけるかな？ちょっと怖いね。クリザリッド。いやー、ロバート前でもやばいよね。フリザかな、前は。これでいきますか。いや、どっちにしてもやばいな。ロバートから打ちます。ロバート打って、もう一気に行くんですけど、ゲニがいるからね。で、次、クリザやね。クリザ打って、クーラー打ってからオロチ打ちましょう。で、クーラー。さあ、沈黙、凍結入らん。ゲニ頑張ってくれ。ゲニじゃない。オロチ頑張ってくれ。状態上入れてくれ。あれ諦めた。なんか今回すごいね、グダグダやったけど、完全に僕負け試合ですわ、今のは。完全に負け試合。なんか向こうの人がちょっとミスというかね、ゲーニー出されたら積んでたんですけど、なんかラッキーって感じだったね。ちょっとグデグデすぎて、本当にダメでした。うわー、バイケン来た。そんなん言ってたらバイケン来ましたよ。うおー、マキシマ、アテナ。これはアテナか。先制取ってるよね、しかも。アテナ、バイケン。うわー、ロックや。終わった。バイケン来た思った、ロックや。あ、でもこっちチャンやな。こう行くか。めちゃめちゃ強キャラやん、これ。強キャラ。強キャラ、4体並べて行きますかね。ロックでしょ？バイケンでも無理やな。ロックか。まあ、チャン頭にして行きますか、一旦ね。ロック出してない。あ、多分これあれか。ビッグやられさせてロックいきなり出す感じっすね。バイケンでもこれいきなり倒せるんじゃないの？あ、そんなに減らんねえ。思ってたより減らん。うん。あ、これ列車でやられるかな？あ、やられてもうた。ロック出してくるよね。ロックもいきなり出されるわ。ほら。これバイケンワンパンじゃないかな？チャンは生きてよ。さすがに。ワンパンやめてね。さすがにワンパンやめてくれよ。うわー、バイケンワンパンや。踏ん張り使ってもうた、もう。チャンは生きる？チャンは？ワンチャン生きろ。よし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 、いいね。バイケンがえぐいわ、これ。もうこういっとこう。こういっときます。バイケンがやられたらもう、なじどうしようもないんで。で、先にバイケン使おうか。あ、そこに飛んだ。でアテナ、どこに飛ぶかな？セスかな？先にもアテナ使いましょうか、これも。あ、セスに飛んだ。そしたらもうこれセスを叩いて、あ、ロックでも叩く方がいいんかな。そうっすよね。あれ入れるんで、溶血入れとった方がいいっすよね。それかもうロックフル無視して、周りのキャラどんどん倒していくかですね。いや、でも今回ちょっと溶血入れときましょうか。溶血をどんどん入れれば、ロックも倒せるチャンスかもしれない。さあ、これバイケン守らなあかんな。せっかく出てきたんでね。せっかく出てきたので、バイケンを守りたい。セスを前にして。うん、考えてますね。まあ、ここ、チャンはやっぱやられても、攻守交代入るから。一体だし、あ、チャン倒しに来るって感じ。おお、生きた。よしよしよし。いいよ、いいよ。ただね、2回目の復活が 50% なんで、それもね、難しいとこなんですよね。その復活を狙いに行くのか、2回目をもう温存するのかっていうとこなんですけど、それも難しいんですよ、本当に。だこの場合やったらね、チャン、2回目いけるかな。一応守っときますかね、アテナ前に出して。そうしましょうかね。で、先にこれはもうバイケンやね。さっきバイケン。あ、そこに飛ぶか。そうか。でもこれ、もうフルでロック叩きに行きましょうか。フルで叩きに行って、あ、アテナ溜まった。よし。お、いいね。ロックに飛ぶのは非常にいい。これはチャンスか？チャンスか、これは。溶血を入れまくる。よしよしよし。溶血入れまくってる。これはロック倒せるチャンスやね。で、次のロックの必殺、レイジングストームっすよね。で、チャンがもう一回復活したら全然可能性はある。あー、でもこれアテナやばいね。踏ん張りがやばいな、アテナ。うん。ロック溜まってるよね、多分。あんだけ殴ったからね。レイジング。うわー、もうバイケンワンパンひどいって。
バイケンが何もできない。もうバイケンがない、ゴミの要素ね。あんだけ強いバイケンが。うわぁ、ロックはこれもう一回打ってくるんじゃん。天下風神山。これ後半復活しな、100%負けますね。さあ、レイジング。ロック、これ2回目の踏ん張り入ってるよね。2回目入ってると思うんですけど、烈風剣は耐える。よしよしよし。これじゃあ一列必殺ぶち込みまくったらロック倒せるんじゃないの、あってな。うわぁ、ぶち込めるキャラがいない。そんなことある？そんなことありますか、これ。ちょいとかじゃあかんな。マキシマ倒せないもんね。うわ、マジか、これ。マキシマが倒せない。どうすっかな。まずね、もう全部火力でいくか。火力でいくなら先にも、アテナスね。このサイコパワーの話ですけどね。サイコパワーつけてから殴るのか、後で殴るのかっていう。さっきも防御下げとこう。チャン打ちます。打って、うん。暗黒雷光剣。で、ヤシロも打って。いやー、ロックね、非常に強いわ、やっぱ。バイケンがゴミのようにやられていったもんな。さあ、ここは溶血を入れていくか。ブン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 。お、マキシマも緊急回復使えないね。マキシマはもう限界。クリス出して。後半がもう一回復活しないと負けるよね、これはもう。さあ、マキシマ使ってきた。前に出したままでいく。ロックに打たせるためかな。ロックはレイジング。もう、えぐいわ。アテナも後ろに置いてて完全に守ってる状態のにワンパンですもんね。うわ、2回打ってきたよ。復活しろよ。あ、ほんまに。ロックゲーエグいって。もうロックゲーエグいっすわ。もう回でしか勝たれへんやろ、ロックって。いやー、きついね、今のは。もうロック出たらね、回と選択にして、再起かね。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。